会社が潰れ無職になった春彦。叔父に頼み込み、叔父の会社に入れてもらうことにした。1年後、私の携帯に春彦の愛人から愛人とのツーショット写真とメッセージが届いた。私、春彦さんの愛人です。早く一緒に暮らしたいな。既読無視した翌日、仕事から帰宅すると家具がごっそり消えていた。キッチンボードに残されたメモ書きに春彦の字が並んでいる。なおちゃん家に引っ越した。私は春彦に電話をかけた。今どこにいるのよ。うちで雇ってあげようか。甘ったるい声の主はなおだろう。家政婦でいいなら住所教えるよ。なおは大きな勘違いをしているみたいだ。じゃあ時給780円の夫とは離婚で。寝言は寝て言え。ああやっぱり何も知らないのね。かわいそうに。離婚の準備が整ったら連絡すると告げ、私は電話を切った。見てらっしゃい。今に幸せの絶頂から絶望のどん底に突き落としてやるわ。私は美咲、50歳の主婦だ。叔父の経営する会社に勤めている。結婚して20年になる夫の春彦とは友人同士の集まりで出会った。素敵な人だなと思っていたら、別れ際に声をかけられ、何度か二人で会った後に交際を始めたのだ。春彦は中学の頃に父を亡くしたらしいが、義母の実家が資産家だという。有名大学を卒業後、大手企業に勤めているので、気持ちにも金銭的にも余裕があるのが態度にあふれていた。そのおかげか、春彦は私にまめに尽くしてくれた。記念日にはプレゼントに豪華なディナー、夜景がきれいなホテル、花束まで用意する徹底ぶり。お姫様みたいな扱いに私は有頂天になった。結婚を決めた時も、この人となら楽しい家庭が築けるだろうと胸を高鳴らせたのだ。まさかすぐに後悔する羽目になろうとは予想だにしなかった。中学時代から息子と二人きりの生活を送ってきた義母が結婚生活に干渉してくるのは容易に想像できた。ところが隣町に住む義母は私たちのマンションに一切訪問せず、義実家に遊びに来いと電話でせかすこともなかったのだ。劇を見たり友人との旅行やコンサートで忙しいみたいだよ。そう聞いて私は安堵した。ほどなく妊娠が発覚すると、義母と春彦は私以上に喜んでくれ、幸せをかみしめたのである。しかしこの頃から結婚生活に暗雲が漂い始めた。春彦が週末ごとに遊び歩くようになったのだ。それも私がつわりでぐったりしているのを尻目に、スキーやキャンプ、温泉旅行に平然と出かけるのだから神経を疑ってしまう。結婚したのに毎週末家を空けるなんておかしいわ。苦情を言うと春彦は首をかしげた。身重の美咲を連れて行くのは無理だろう。ああ、じゃあ家に呼ぼうか。毎週5、6人くらい。春彦がパッと顔を輝かせる。それなら美咲も楽しいだろう。バーベキューなら野菜や肉を参加者で持ち寄ればいいし、美咲もきっと気が紛れるよ。あっけに取られた。私が吐き気で食事が取れないと知っていて、この発言。無理に決まってるでしょ。叫ぶと春彦が不快そうに眉根を寄せた。休日に自分の小遣いで遊びに行って何が悪いんだ。行くなとは言ってないわ。ただもう独身ではないんだから思いやりを持ってほしいのよ。春彦はますますうんざりした素振りを見せる。それは美咲だろ。え？俺のおかげで何不自由なく暮らせてるのに感謝が足りないだろ。美咲の分も働いてやってるんだから、もっと俺に尽くせよな。嫁なんだからさ。尊大に言い放ち、スーツケースを引いて家を後にした。車のエンジン音が遠ざかるのを聞きながら
私は憂鬱な気分でソファーにもたれた。春彦の言い分もわかる。でも身重の妻を放置して平日は後輩と遅くまで飲み歩き、休日も独身の友人たちと毎週遊び歩くのはいかがなものだろう。独身気分が抜けていないのだ。来年子供が生まれたら父親の自覚が芽生えるだろうか。変わってくれるはず。そう信じるしかなかった。やがて無事に男の子が生まれた。私と春彦で高台という名前をつけた子供はすくすくと大きくなっていく。産院には来ないでほしいと春彦から義母に伝えてもらったので、病室では静かな時間を過ごせて助かった。しかしその反動は凄まじかったのである。退院後、義母は友人を連れて私のマンションに幾度も押しかけたのだ。一回目は私がやっとの思いで高台を寝かしつけた直後、少し休もうとソファーに座った瞬間、チャイムが鳴り響いたので心臓が跳ね上がった。玄関モニターを確認すると、義母、それに年配の女性数人。うんざりしながら玄関の鍵を開けると、どかどか足音を立てて上がり込んだ義母たちは、リビングに踏み入り、見つけたベビーベッドに突進した。やだ、かわいい。でしょ？春彦そっくりよ。そうかしら。あんたは息子ラブだからそう見えるのよ。あ、目を開けたわ。うとうとしていた高台はたちまち顔をゆがめ大泣きを始める。美咲さん、早くあやしてあげて。あんまり泣かせちゃかわいそうよ。あとお茶ね。緑茶とお茶菓子を頼むわ。苛立ちをこらえながら私は高台を抱き上げてあやした。義母や友人たちが私を囲み、ペットに触るみたいに高台の頬をつつき、頭を撫で回す。いいわね。うちも早く孫が欲しいわ。うちは女二人よ。次こそ男を産めって嫁に言ってるの。そんな会話を聞きながら、義母は得意満面だ。嵐のようにやってきた義母たちは、高台をあやす私の横でおしゃべりし、菓子を食べ散らかして帰っていった。仕事から帰宅した春彦に苦情を言うと、なぜかニコニコしている。母さん、友達に孫を自慢したかったんだな。やることが可愛いんだから。私は思わずのけぞった。あのね、私退院して3日目よ。フラフラする状態で2時間おきの授乳と家事をしているの。うん。他人事みたいな返事にイラッとする。高台をもう一度寝かしつけるのに2時間もかかったのよ。アポなし訪問、本当にやめてほしいわ。お母さんに言っといて。私の訴えに春彦は露骨に嫌そうな顔をした。せっかく母さんたちがお祝いに駆けつけたんだろう。感謝するならともかく、なんで文句が出るんだ。全く話が通じない春彦に私はうんざりした気持ちになる。こんなことなら飛行機と電車で数時間かかっても里帰りすればよかった。実家の両親は兄夫婦と同居しており、あちらにも幼い子がいるので帰省を遠慮したのだ。春彦は育児にノータッチだから理解できないの。たまには高台のお世話をしてよ。私は切実な思いで訴えた。例えば休日1時間でもいいから高台と留守番してよ。たまにはゆっくり美容院に行ったり、カフェでのんびりしたいわ。母親の仕事をサボりたいってことか。呆れたように春彦が笑う。どこの母親も一人で子育てしてるんだ。できないんならお前は母親失格だよ。ひどい。そんな風に言わないでよ。事実だろ。私を睨み、ピシャリと言った。貴重な休日を潰せとかよく言えるな。俺はお前らを食わせてやってる。それだけで十分だろ。甘やかして欲しければ実家に帰れよ。そんで二度と帰ってくるな。冷たいセリフを私に投げつけ、春彦はバスルームへ立ち去る。
部屋に残された私が目元を拭うと、高台も私の気持ちが伝わったのかぐずり始めた。高台を抱っこし、あやしながらどうしようもなく気持ちが沈んだ。あんなに優しい人だったのにこうも変わってしまうなんて、それとも今の姿が本性なんだろうか。やがて私はある意味義母の方が春彦よりマシかもしれないと思い始めた。高台に興味を持ち、おもちゃであやしたり話しかけてくれるのだから。春彦は不思議なほど高台に無関心だった。私がしつこく頼んだので休日に風呂にだけは入れるようになったが、他の世話は一切しない。高台と同じ部屋にいても春彦は携帯ゲームに没頭し、高台がハイハイで寄ってくると鬱陶しそうにしっしっと手で追い払う。可愛い声を上げて笑おうが、赤ちゃん言葉で話そうが、どこまでも無関心だ。こんな人でもいつか父親らしくなるのだろうか。子育てが始まったばかりなのに、私は不安に押しつぶされそうだった。その後も毎回違う友人を連れて私たちの部屋に幾度も押しかけた義母だが、高台が3歳を迎えるとパタリと止んだ。孫に自我が芽生え、意見を口にするようになり、可愛さが半減したらしい。やっと訪れた平穏をしばらく楽しんだ後、私は春彦に交渉した。そろそろ仕事を始めたいの。近くの保育園に空きがあるみたいよ。え？なんで？俺の給料で十分やっていけるだろう。春彦があからさまに不機嫌になる。嫁は家にいて俺と子供の世話をすればいいんだよ。いつの時代のセリフかと笑いそうになったが、私は従順な態度を装い懇願した。高台の大学資金を貯めたいのよ。短時間勤務にするから認めてもらえない？当たり前だ。家事が手抜きになるのは許さんぞ。叔父の会社で働くつもりよ。春彦が口の端を曲げて笑う。なんだ、コネ採用か。女性の事務員が欲しいんですって。あ、そう。まあいつ潰れるかわからんようなしょぼい中小企業だが、せいぜい頑張れば。バカにした口調に腹が立ち、唇を尖らせた。あなたの会社とも取引があるのよ。はあ、じゃあ伝えといてくれ。くれぐれもうちの会社に迷惑かけるなって。たかが係長の癖して、どこまでも偉そうなセリフに憤りを覚える。頑張って働いて貯金したら、こんな男とは離婚してやろう。密かにそんな思いを抱き、私は懸命に働いた。高台が成長し、家事との両立が可能になると、フルタイム勤務の正社員へと切り替え、さらに仕事に邁進したのだ。ある夕方、帰宅した春彦が気落ちした様子でダイニングにやってきた。お帰りなさい。どうしたの？うちの会社潰れるらしい。え？破産したって。慌てて携帯で確認すると、春彦の勤務先が記事に取り上げられていた。絶句する私に、春彦は気まずそうな面持ちでうつむく。近頃業績悪化したというニュースを目にしたが、まさか潰れるとは予想外だった。どうするの？よその会社に転職するしかないだろう。投げやりに言い、春彦が通勤カバンを床に放る。パニックに陥りそうだった。私の給料だけで親子3人暮らしていくのは可能だが、貯金が難しい。当面は密かに貯めていた離婚の準備金を崩して大学資金に充てよう。春彦は家で威張り散らしていたものの、生活費は十分もらっていた。なのでそれがゼロになるのは大打撃だ。休業保証が打ち切られる前に再就職できるようにと願うしかない。ところが春彦が張り詰めた面持ちでハローワークに通っていたのは
最初の一月だけ。じきに夜更かしと朝寝坊を繰り返すだらけた生活を送るようになったのである。春彦が休業保証を家に入れず全部自分の小遣いとして使うのも私は納得できなかった。食事の支度をしたり掃除機をかける私のそばでソファーに寝そべり携帯ゲームで遊ぶ春彦の姿に何度も怒りが爆発しそうになる。ねえ、そろそろ本腰入れて仕事を探したら？もうすぐ40歳でしょ。40歳過ぎると希望の職種につけなくなるかもよ。やんわりせかすと春彦はムキになって反論する。うるさいな、求職サイトで探してるんだ。でも履歴書を書いている姿見たことないわ。俺にふさわしい会社をじっくり選んでるんだよ。傲岸不遜に言い放つ春彦。俺はお前と違って一流大学を出てるんだ。変な会社に勤めたら俺のレベルが落ちるんだよ。最初から三流のお前にはわからんだろうがな。ああ、そうですか。そんなやりとりを数えきれないほど繰り返し、進展がないまま10年の月日が経った。高大が大学受験を控え、盆も正月も勉強に追われている時でさえ、ジャージに武将髭姿の春彦はゲームに勤しんでいたのだ。いっそ見捨てて離婚しようかと何度も考えた。義実家が裕福なので春彦は義母と暮らせば路頭に迷う心配はない。けれど無職の夫を放り出すのは人としてあんまりな気がして、踏み切れずにいるうちに10年が過ぎてしまった。しびれを切らした私はとうとうコネに頼ることにした。春彦を雇ってほしいと叔父に頼み込んだのである。幸い隣町の支社で営業ができる人を探していたので願ったりかなったりだった。ねえ、叔父さんの会社で働いてみない？ある晩、胸をドキドキさせながら春彦に話を持ちかけた。春彦の経歴を話したらもったいないからぜひうちに来てほしいって。もちろん大嘘だが、プライドの高い春彦は案の定食いついた。まあ俺くらいのハイレベル中小企業には見当たらんだろう。喉から手が出るほど欲しいだろうよ。まんざらでもなさそうな顔をする。じゃあ話を進めていい？うん、どうしようかな。もったいぶった後、私が開いた携帯画面に目が釘付けになった。あ、これ新商品の展示会を行った時の様子よ。ふーん、楽しそうだな。昔を懐かしむ目つきになり、ぼそりとつぶやく。お前んとこの会社勤めてもいいぜ。ほんと？よかった。ただし久しぶりだから週3で働きたい。あと定時で帰れるようにしてくれ。私は返事に詰まった。うちの会社は知っての通り土日休みの完全週休2日制でしょ。月末や繁忙期は残業になるし、特別待遇は難しいと思う。すると春彦が目をつり上げた。あのな、俺は久しぶりに働くんだぜ。リハビリみたいなもんだ。なのにいきなり長時間勤務。繊細な俺が病気になってもいいのか？春彦の言葉にカチンときた。この10年、私は家事と育児と仕事を両立させながらフルタイムで働き、あなたを養ってきたんですけど。しかし、へそを曲げられては面倒なので、喉元まで出かかった文句を飲み込んだ。叔父に相談の上、相場より時給の低いアルバイト扱いという形で春彦は10年ぶりの無職から抜け出したのである。仕事を再開した春彦は見る間に生き生きし始めた。きちんとひげを剃り、スーツを着た姿には胸がジーンとした。頭が薄くなり体型も崩れたとはいえ、若い頃の爽やかさが少しだけよみがえったのだ。
以前のようにバリバリ働けるようになる日も近いかもしれない。そうしたら以前のように生活費を家に入れてもらおう。胸をなで下ろした私はふと気になった。週3で働くのはいいが、残りの4日はどう過ごしているのだろう。春彦が休みの日、私が仕事から戻ると彼は決まって留守だ。夜更けにお酒の匂いをさせて帰ってくるので、キャバクラに通っているのかもしれないが、あの安月給でそんな余裕があるんだろうか。時々女物の香水の匂いが服に残っているのも怪しい。キャバクラなら匂いが混ざりそうなのに、いつも決まった匂いである。再就職して1年が過ぎた頃、私の携帯に見知らぬ番号から写真とメッセージが届いた。濃い化粧の女性と春彦がベッドの中で寄り添う画像だ。女性に見覚えがあると思ったら、以前会社の新作発表会に来ていた小林直というコンパニオンだった。私、春彦さんの愛人です。早く一緒に暮らしたいな。唖然としたものの、あまりショックは受けなかった。春彦への愛情などとうの昔に冷めている。やっぱり浮気していたのかとため息をついた。さては、会社のパソコンに保存された新作発表会の画像から直の身元を調べ、口説いて関係を持ったのね。画像を眺めていると次第に怒りが湧き上がった。私のコネで入社しておきながら、よくまあこんな真似ができたものだ。春彦に電話をすると延々と呼び出し音が響き、怒りのメッセージを送っても既読すらつかない。その晩、春彦は帰ってこなかった。おまけに翌日から無断で会社を休んだ。愛人にうつつを抜かして無断欠勤とか何考えてるの？やっともらえた仕事を失うわよ。昼休みにそう送りつけたが、相変わらず音信不通。悶々としながら家に帰ると、部屋が妙に広かった。室内を眺め渡し、家具がごっそり消えているのに気づく。北欧風のソファーセットに木製テーブル、二人掛けのダイニングテーブル、おしゃれな飾り棚、シックなテレビボード、全部私の給料で購入したものだ。ポカンと立ち尽くしていると、部屋の中央の床に紙切れが置いてあるのに気づいた。丸っこい字と春彦の字が並んでいる。春彦さん、奪っちゃいます。俺、直ちゃん家に引っ越したからな。連れ戻そうとしても無駄だぞ。メモ用紙を握りつぶし、私は春彦に再度電話をかけた。繋がった瞬間、怒鳴りつけてやる。ちょっと、どういうつもり？今どこにいるのよ。動揺してるよ、ウケる。鼻にかかった甘い声、おそらくナオだろう。うちで雇ってあげようか？は？家政婦でいいなら住所教えるよ。高飛車な口調に思わず吹き出しそうになった。ナオは大きな勘違いをしているみたいだ。じゃあ時給780円の夫とは離婚で、寝言は寝て言え。ああ、やっぱり何も知らないのね。かわいそうに。笑いをこらえ、私は情けない声で訴えた。春彦に捨てられたら困るわ。これからどうやって暮らしていけばいいの？すると直は電話の向こうでゲラゲラ笑い出した。あんた、春彦さんの寄生虫だもんね。夫に愛想を尽かされた主婦って惨めよね。正直辛いけど、ごねてこれ以上春彦に嫌われたくないわ。離婚の準備が整ったら電話すると春彦に伝えてちょうだい。物分かりが良くて助かるわ。じゃあね。電話を切った私は奥歯を噛みしめた。私をバカにするのもいい加減にしろ。見てらっしゃい。
今に幸せの絶頂から絶望のどん底に叩き落としてやるわ。そう心の中で誓ったのだった。叔父に事情を打ち明け、春彦を退職にした私は、こうなったら二人に徹底的に思い知らせてやろうと決めた。そこを調査を更新所に依頼し、自分でも可能な限り春彦と直に関する調査を進めたのである。そして2週間後、春彦にメッセージを送った。離婚について話し合いたいの。直さんとうちに来てちょうだい。指定した時間通りに現れた二人は、私に見せつけるように仲良く手をつなぎ、ニヤニヤと笑みを浮かべていた。リビングに招き入れると、ナオが嘲笑するように言う。やだ、家具を買い直してないの？本当に貧乏なのね。ま、大企業勤めの春彦さんの寄生虫じゃしょうがないか。は、うちの家具を盗んでおいてよく言うわ。警察に訴えてもいいのよ。やあね、人聞きの悪い。自分で買った家具を引っ越しに持参しただけよ。春彦さんから聞いた通り、頭も悪いのね。呆れをにじませる奈緒から春彦へ視線を移すと、気まずそうに私から目をそらした。やっぱり奈緒に見栄を張ってるんだ。古くなった家具を総入れ替えした当時、春彦は無職で私の給料だけが頼りだったのに、すぐバレる嘘をつくなんて頭が悪いのはどっちよ。心の中で悪態をつき、私は春彦に話しかけた。春彦は私と同じ気持ちよね。つまり離婚したいんでしょ。ああ。春彦が十面でうなずく。お前みたいなくたびれたおばさんの世話をするのはもううんざりなんだよ。忌々しげに吐き捨てた。なおちゃんに出会って実感したよ。結婚以来20年、いろいろとうまくいかなかったのは全部お前のせいだってね。耳を疑った。それはこっちのセリフだ。お前と一緒にいたから俺の運気まで下がったんだ。だからお前と別れて人生をやり直すんだよ。そして私に手を出した。何？慰謝料だよ。20年の結婚生活で散々俺に迷惑かけただろう。ふんぞり返る春彦。俺は優しいから1000万で許してやる。さあよこせ。銀行の口座番号を教えてくれてもいいぞ。自分で引き出すから。横柄な口調に怒りを通り越して、なんだか悲しくなった。今の給料では直と暮らせないから私にお金をせびるのか。プライドが高いくせにこういうことは平気でやるのね。いいわよ、5人で暮らすのは生活費がかかるでしょうからね。マジでいいのか。目を輝かせた後、5人と首をかしげた。私は微笑みながら春彦に説明する。ええ、そうよ。なおさんと3人のお子さんたち、上から順に中3、小6、5歳だっけ？全部女の子よね。なおの顔から血の気が引いた。きょとんとした春彦が私となおの顔を交互に見比べ、戸惑いを見せる。え？子持ち？バツイチとは聞いてたけど、子供は初耳だぞ。なおちゃん、こいつこんなこと言ってるぜ。口をつぐみ黙り込むなおに、春彦の目が大きく見開かれた。マジかよ、嘘だろ。落胆した様子でつぶやく。春彦はバツイチだけれど子供はいないとなおに聞いて浮気したに違いない。私は更新所から渡された封筒から調査報告書と写真の束を取り出し、子供と直が一緒に写るものを選んで床に広げた。難しい年頃だけど頑張ってね、春彦。嫌味を込めて春彦を励ましてやる。子供嫌いを宣言し、育児を私に丸投げして、
実の息子と触れ合おうとしなかったあなたが他人の子に懐いてもらえるのか大いに疑問だけれど。大丈夫だよ。ほら、みんな奈緒ちゃんに似て可愛いから、俺はきっと好きになれると思うな。春彦は引きつった笑顔を浮かべ、奈緒の手を握った。目を上げた奈緒は不安な面持ちのままだ。その時、玄関チャイムが鳴り、インターホン越しに義母の声が響いた。春彦がぎくりとする。え、なんで母さんが来るの？あなたの浮気が原因で離婚すると伝えたら同席するとおっしゃったのよ。そう答えると春彦は苦虫を噛みつぶしたような表情になった。玄関の鍵を開けると義母は私を押しのけるようにして部屋に上がった。足音も荒くリビングに入るや否や奈緒に向かって怒鳴りつける。この泥棒猫！目を丸くした奈緒がすぐに笑顔を作り義母に愛想を振りまいた。お母様、夫婦仲はとっくに破綻してたんですよ。だからその表現間違ってます。違うわよ、泥棒は嫁じゃなくてあんた。私から大事な息子を取り上げたでしょうが。義母は奈緒に人差し指を突きつけ唾を飛ばしてわめく。嫁は地味女、愛人は厚化粧の子持ち。春彦は女を見る目がないね。叱りつけられ春彦がうなだれた。おまけに娘三人、男も産めないような出来損ないに色仕掛けで騙されたの。ママがついてないとろくでもない女に引っかかるんだから。春彦が顔を上げ弱々しく反論する。奈緒ちゃんを悪く言わないでよママ。前の夫がポンコツだったんだ。俺と再婚したらちゃんと跡取りを産むよ、約束するねえ奈緒ちゃん。ええ頬を引きつらせる奈緒を義母が肉々しげに睨みつけた。信用できるもんですか。愛人と再婚するなら高台を引き取りなさい。そうしたら認めてあげる。春彦が困り果てたように眉尻を下げる。いらないよあんなの。オンラインゲームは下手だし、ちっとも俺に懐かない。全然可愛くないんだ。自分勝手な発言にムカムカした。幼い頃からろくに遊んでやらず、いつも追い払っていたのだから当然の結果だろう。お母さん、高台を引き取るのは無理ですよ。たまりかねて私は口を挟んだ。うるさいわね、あんたは黙ってて。あの子もう19ですよ。今は大学の寮で過ごしています。自立心旺盛なので大学を出たら一人暮らしをすると言ってました。そんな勝手な真似させないわよ。後取りなんだから、離婚後は父親の実家に戻るのが常識です。義母が目をつり上げる。そんな常識今初めて聞いたわ。相変わらず話が通じない義母にだんだんと腹が立ってくる。あの春彦さん。しばらく黙っていた奈緒が春彦の袖を遠慮がちに引いた。なんだい奈緒ちゃん。デレッとした春彦の笑顔に怒りを覚える。春彦さんの子ならきっと可愛いと思うけど、子供が4人に増えるのよ。お金は大丈夫なの？もっともな心配に春彦は自信満々に答えた。心配いらないよ奈緒ちゃん。前に話した通り、うちの実家は裕福だからね。それにほら、俺も大企業の部長だから高収入。俺と結婚すれば奈緒ちゃんは安泰だよ。その言葉に奈緒が満面の笑みを浮かべる。嬉しいな。じゃあもうスナックで働かなくていいんだ。コンパニオンも年齢的にきつかったのよね。今まで大変だったね。これからは俺が守るから安心してよ。気取ったセリフを告げ奈緒を抱きしめる春彦に私は吐き気をもよおしそうだった。
嘘ばかりつきまくって少しは両親が痛まないのと疑問に思う。私が招いた客も同感だったのだろう。突如隣の和室とリビングを隔てる引き戸が開いた。予定より少し早めだけれど、タイミング的には最良かもしれない。急に現れた人物を見て、ヒッと春彦が叫んだ。怯えた目つきを浮かべ、慌てて顔を背ける。戸を開けた女性は、困惑する義母と直を見やり、上品に微笑みかけた。はじめまして。春彦さんが10年前に勤めていた滝沢工業の娘、滝沢セイラと申します。え？あの大企業の？直と義母の目が丸くなる。どうもご丁寧に。あら？そこって息子が現在勤めている会社ですよね。そうですわお母様。春彦さんどうしたの？私の迎えに座った春彦は、さっきまでの自信にあふれる態度から一転、ガタガタ震えていた。ほら、こうやって全部バレるんだから、今さらどう収拾をつけるつもりかしらね。にんまりするのを我慢できず、私は口元を手で押さえた。妙だと思ったのだ。あの会社が、それまで勤めていた社員の再就職を全くフォローしないなんて。先日改めて当時の新聞記事を調べると、社員のほとんどが系列会社や下請け工場などを紹介されていた。そこで春彦と親しかった元同僚を年賀状の住所を頼りに探し出し、当時の様子を尋ねてみたら驚きの事実が判明したのである。春彦、会社が倒産する直前にクビになってたのね。当時本社にインターンとして出入りしていたセイラさんにしつこく迫り、社長を激怒させたのが原因で。直と義母の目が点になった。バカよね。二十歳の女子大生が40目前の冴えない係長と浮気するはずないでしょう。自信がありすぎるのも考えものだわ。せせら笑うと、信じられないと言いたげな表情で直が春彦を見る。春彦さん、女子大生の尻を追いかけ回したの？なんだよその顔は。若くて金持ちの女を誘うのは男なら当然だろ。文句あるかよ。開き直る春彦に直と義母がはっと目を向く。え？ちょっと待って、係長？じゃあ春彦、今はどこに勤めてるんだい？私の叔父の会社です。肩書きは時給780円のアルバイト。10年も無職だったので尻を叩いて働かせたんですよ。私は直と義母に笑顔で詳細を語った。叔父の会社に私のコネで雇ってもらったの。本来は平日すべて出勤という決まりなのに、週3日しか働きたくないとわがままを言うから叔父に頼み込んだんです。義母が奇妙な叫び声を上げた。やはり春彦から何も聞かされていなかったようだ。直さん、あなたたちが持ち出した家具は全部私の給料で買ったのよ。買い替えた当時、春彦は携帯ゲーム中毒の無職で貯金ゼロだったの。そんな呆然とした直の口からつぶやきが漏れる。春彦さん、俺が嫁を食わせてやってるというのが口癖だったのよ。あいつ俺に感謝が足りないって嘆いてたわ。どの口が言うかって話よね。私は罰が悪そうに身を縮める春彦を鋭い視線で睨み据え、これまで溜めていた怒りをぶつけた。あんたが無職でプラプラしている間、私は家事と育児をしながら仕事を必死に頑張ってきたわ。ふん、女なら当然だろ。威張ることか。負けじと春彦が叫ぶ。なのにあんたはいつも私を見下し、叔父の会社に再就職してからも私に感謝するどころか愛人を作る始末。
どれだけ私をバカにすれば気が済むの？うるさい、コネ入社のパートのくせに威張りやがって。それ何年前の話？私はふっと笑った。うん、その通りだろう。残念でした。今の私は専務よ。にこやかに知らせると春彦が硬直する。専務？そうよ。悪いけど春彦が係長だった頃よりお給料もらってるわ。嘘つくな。三流大学出身のお前がそんなにもらえるはずがない。噛みつく春彦に給料明細を突きつけると大きく顔をゆがめた後がっくりとうなだれた。すると今度はショックから立ち直ったらしい義母が春彦の肩を抱き私に嫌味をぶつける。嫁のくせに夫に歯向かうとか、生意気な嫁だよ。あんたがそんなだから春彦は嫌気がさして愛人を作ったのさ。まともに相手をするのもうんざりして無視すると義母は春彦を猫なで声で慰めた。春彦、こいつらと別れてママのところへ戻っておいで。あんたにふさわしい嫁を見つけてあげるよ。跡取りも別の女とまた作ればいい。うん、そうするよ。春彦が申し訳なさそうに奈緒を見やる。奈緒ちゃん、ごめん。ママのお許しが出ないから君とは別れるよ。その言葉を聞いた瞬間、奈緒が凄まじい形相になった。勢いよく立ち上がり、真っ赤になって叫ぶ。こっちこそ願い下げよう。あんたみたいな嘘つきの女たらし。大企業の部長なら結婚してやってもいいかと考えたけど、とんだ外れだわ。ブランド物のバッグを手に取り、中身の携帯と財布、メイクポーチを抜き取ると、春彦めがけてバッグを投げつける。じゃなきゃ15も年上のおっさんと付き合うかよ。自分がモテると勘違いするとかキモすぎ。なおちゃん、触んな。すがりつく春彦の手を払いのけ、なおは肩を怒らせ帰っていった。一部始終を眺めていたセイラも私にお辞儀をし立ち去る。はい、離婚届サインして役所に出してね。面倒なら同封した封筒で私に返送してちょうだい。涙目で固まる春彦に離婚届を渡し義母に告げた。慰謝料の取り決めなどは弁護士さんを通して行いますね。話は終わったのでこの人を連れ帰ってください。言われなくても帰るわよ。春彦、一旦帰って後で荷物を取りに来ましょう。春彦を支えながら帰ろうとする義母を玄関で見送るついでに教えてやる。そうそう、この人が夫婦共有口座から使い込んだ借金800万も支払いをお願いしますね。振り返った義母が目を瞬く。は？オンラインゲームへの課金ですよ。無職に戻った春彦の代わりにお母さんに請求するのでよろしく。狼狽する義母と鼻をすする春彦の背中を押して玄関から追い出し、即座に鍵を閉めたのだった。翌日、春彦からサイン済みの離婚届が返送されてきたのですぐ役所に提出した。慰謝料の件も春彦がごねるかと思いきや、こちらの請求通りの金額が私の口座に振り込まれたのだ。私と早く別れさせようと義母が立て替えたのだろう。勝手に持ち出された家具も綺麗な状態で届けられたので安堵した。なおにも慰謝料を請求すると、口座に慰謝料が振り込まれた後、なんと母親がなおを連れ私の家までやってきた。母親に促されたなおは不満げな顔つきながらも私に頭を下げたのだ。母親も平謝りだった。母親が立て替えた慰謝料はスナックでの仕事に加え、アルバイトも掛け持ちさせてなおに払わせるそうだ。親がまともな人でよかった。その後ママと仲良くやっていると思った春彦だが、親子関係はすっかり険悪になったようだ。無職に戻った春彦は
仕事を探す気配もなく、相変わらずオンラインゲームにのめり込んで課金を繰り返し、義母の貯金と年金を食いつぶしているという。昔はあんなに可愛かったのに、嫁のせいでバカ息子になった。このままだと貯金が全部なくなってしまう。早く家を出てってほしい。そう近所の人にこぼしているらしい。やっと春彦と別れられて、私はすがすがしい気分で毎日を過ごしている。こんなにすっきりするならもっと早く縁を切ればよかった。大学の寮にいる高台に電話で離婚を報告したら、明るい声で返事が来た。やっと決心したんだね、おめでとう。高台にとっては父親なんだから、今後会いたい時は会いに行けばいいのよ。金輪際会わなくていいよ、俺の家族は母さんだけだもん。きっぱりした物言いに笑ってしまう。これからは母さんの第二の人生だね。仕事もプライベートも誰にも縛られず自由にやるといいよ。うん、そうするね、ありがとう。頼もしい息子の言葉に顔をほころばせた。今後は高台と二人で仲良く、残りの人生を幸せに過ごしていきたい。